たちが大勢おるの。みんなでケマラば楽しそうじゃの。俺は妖魔に混じり人らしき者の姿が見えますな。あれは妖魔に襲われているのか、あるいは妖魔に組みしているのか。確かめてみる必要がありそうね。とりあえず妖魔の後を追ってみましょう。承知しました姫、このステルクにお任せください。お助けください。待ってて、すぐ助けるから。あれが、か弱き女性を襲うと許しがたい。知った世界に入ります。先導しましょう。ついてきてください。任せて。任せて。
りご無理をなさらぬ。まずは弱なやつから引っ捕らえてやる。魂は天下無双だ。ステルケンブルクと申します。ケマルカノ呼びづらいでしょう。ステルクで結構です。私の世界にいた姫にそっくりです。私に似たお姫様がいるんだ。ケマルカノ、いつか会ってみたいわね。ここはどこじゃ。ここをわしの新たな領地にしてくれようぞ。わしは山頂の砦を目指すぞ。お前らは東の砦の制圧に向かえ。
光沢軍が現れおったか。ええー、わしが蹴散らしてくれるわ。ステルプとお呼びください。決めるの。悔しいが、ここは引かねば。敵将を蹴っ飛ばしてやったの。置いておけ。次は容赦しねえぞ。なんとか敵を追い払えたみたいね。あなたのおかげよ、ステルク。もったいないお言葉。お役に立てたのならば何よりです。やった、私たちの勝ちね。全く知らない場所かと思えば見知った風景も入り混じっている。しかし私が元いた世界とは確実に違う。他にもそのような場所は多い。妖者という敵が出現し時空が歪んだのよ。妖者はこの世界を滅ぼすつもりだ。俺たちは奴を倒すために戦っている。ねえ、あなたはこれからどうするの？
行く当てがないなら力を貸してもらえる？それはいい考えですな、姫。この男がいれば心強い。その代わり、私たちもあなたの力になるわ。一緒に元の世界へ戻る手段を探しましょう。おお、なんともったいないお言葉。姫のおそばで戦えるなら騎士の本懐です。このステルケンブルク、命を賭してあなたのために戦いましょう。ありがとう。いい人なんだけど調子が狂うのよね。まあいいわ、これからもよろしくね。